新刊印税稼いで30年大絶賛要約中、鈴木喜一郎小説講座ラジオ。今日のテーマは小説家になるにはどうしたらいいか。今日のテーマは小説家になるにはどうしたらいいですかっていうその話です。で、先にちゃちゃっとこうテーマトークだけしようね。小説家になるにはどうしたらいいかって、今大体大きく分けて3つの方法があるかな。1つは1、小説の新人賞を受賞する。2、なろうだとか書く読むだとかの小説投稿サイトに、投稿して、でアクセスを上げて書籍化を目指す。で3つ目が有名芸能人になる。簡単な順から言ってきましたね。あとは昔こういうのあったけど、今これもこの流れでデビューは難しいよねっていうのはいくつかありますな。持ち込みのデビューだとか、小説家のうち弟子ってあったな昔ね。あと今コネデビューってなくなったよな。であと同人誌からのデビュー、これも小説に関して言うとなくなったな。あと自費出版から、引き出されて、自費出版を見出されてそこからデビューっていうのもなくなったね。一番簡単な方法がね、小説の新人賞を受賞するってやり方が、これが一番簡単かな。いっぱいに言う、なんていうの、皆さんの身の回りに、身の回りにほら、小説の新人賞を受賞した人って、あんましいないでしょ。で、だからさ、ついつい大変そうな気がするんだけど、これは結構簡単です。結構簡単っていうか、一般に思われてるよりも簡単です。うちの小説講座は特別、小説の新人賞の受賞に特化したので、うちは特別多いけど、それで、普通の小説講座でも大体、普通の小説講座って言い方失礼だな。割とどこの小説講座でも、2年か3年に1人ぐらいは、2年、3年、4年に 1人ぐらいは大体デビューしてます。で、うちはデビュー率が異様に高いですけれど、高い理由はよく分かってないです。僕はほらこのね、この喋り方を見れば分かるでしょ。あまりその喋るの得意じゃないので、縦板に水のようにはさ、その流れるようには話せんね。なぜこんなにむせてるかというと、今飯食ったばっかりでさ、いろんなものが喉に絡むんだよ。やだね、ジジイはね。で、小説の新人賞っていうと結構大変そうなイメージあるんだけど、実際にはやることやってれば大体予選は通るかな。まず最初にね、新人賞に応募できるだけの長編の、原稿を書くところでつまずくからね。で、やっぱりね、短編は書いてもほとんどその努力の余地がないので、
で、まあ長編にしましょうよって言ってんでしょう。ね。まあそうすると長編書き上げて、で書き上げた原稿、長編書き上げればね、とりあえず埋められれば、まあ、まあそこら辺の話じゃ長くないから予想な、うん、でまあだいたい年間でまあ僕が読むのはね何百本か読むんだけど、まあ普通に受講生のその作品公表までこぎつけるのがだいたい年間で、去年は90作だったね。でそのうちで予選を通ったのが20本あったので、まあ3割まではいかないけど、まあ2割ちょいぐらいが予選通ります。でまあだいたい1作目、まあ何遍やってもなかなか予選を通らない人っていうのは、まあこれはね一定の割合でいるので、でそれはまあそういうのを計算すると、そういう人を計算するとね、まあ率は下がってくるんだけど、だいたい普通にやって1作2作目ぐらいで予選は通ります。んでほんとにさ咳込むよね。いやだよな。でまあ去年は3人デビューしました。で、まあ全く出ない時ってありますけど、基本そのまあ波はあるからね。だからまあ大体鳴らして年間に20人から30人の間で予選が通り、まあ、2人が3人受賞するかデビューするかしてます。だからまあその小説家になりたいって言うと普通みんな笑うけど、うちの講座に関して言うとプロになりたい、デビューしたいっていうのは夢物語ではないので、まあ一番簡単かなというふうです。まあで、それから2つ目のなろうだとか書く読むだとか小説投稿サイトでアクセス数を上げて書籍化を目指す。発掘コストが比較的かからない、まあサーバーの管理だとかという問題があるので、まあそこらは何とも言えないんだけど、基本その発掘のリスクが低く低いのでね。で小説の新人賞って発掘コストがかかる割に当たるか当たらないかやってみなきゃ分かんないっていう博打が大きいので、将来的にね小説の新人賞っていうシステムが、新人賞を設定してデビューさせて、そういうシステムが続くかどうかちょっと分かんないよね。でまあなろうだとか、まあなろうの場合だと独自でね、そういうビジネスモデルをやってるんだけど、まあ書く読むのようにその出版社が自前でそういうサーバー作ってやるというケースもありますけど、まあそういう小説投稿サイトでアクセス数を上げて、そして書籍化を目指すという、これね10年ぐらい前、僕がこの小説講座を始めた頃にはそういうそこら辺小説家になろうって、まあ名前が示す通り、こう元を正すとさ、そのみんなでそういう投稿して、で小説家気分を味わおうよっていう、ごくごくその趣味の色合いの強いね、そういうサイトだったんだ。でそれが何年か前からその結構アクセス上がったものを書籍化すると、まあ、すでに読者がついてる状態で本にするので、まあ、ある程度の数字が見込めるようになったっていう具合です。でまあそれからその他にもそのランキング以外にもいろいろ
まあ、ヒットも出てる状態なので、でまあここから、うん、その拾い上げてデビューしようじゃないかっていうことは、あそういう動きがね、流れがもうこの10年の間に出てきました。これに関して言うとちょっと書き手の負担が大きいかなっていうことは思います。でとにかくまず分母となるそのナローの数字が今どのぐらいだったかな、結構な数があります。でそこからまず読まれるようにしなきゃいけない。でそこから書籍化っていうか、まあそこから、うん、本になる。で本が出せた後、じゃあ次の注文、そのオファーはどうするかっていうと、いや話を聞いてみると、いや注文じゃなくて本が出せたら、じゃあ次にまた出してあのアクセス数上げてくださいって上がったら、そしたら、まあ、また本にしましょうねっていう風なので、だから作品を書いても書いてもキャリアとしてカウントしてもらえないっていうことらしいので、ここら辺ちょっと事情が違ったら教えてくださいな。まあそういうような話を耳にしてるので、それはちょっと大変だよなっていうことは思います。まあ現状ね、そのこう毎日通勤の合間にちょこちょこ読むとかって、まあ昔ね新聞小説がその役割を担ってた。新聞小説って昔はその通勤の光にちょこっと読んで、で、あ、まあいい話読んだなっていう、そういう役割があった。でもう僕がデビューした頃には新聞小説っていうのは、まあ本当にそのまあそこに上る、まあ一つのね、なんていうのかな、まあそういう欄を作りましたよっていう、一つの新聞のフォーマットの一つみたいな形になってました。ごくごく例外的にね、渡辺淳一さんのその失楽園だとか愛の流刑地みたいな、ごく例外的なヒットっていうのはあるんだけども、もう30年前でもうほとんどそういう、まあ梅ページみたいなもんがあった。でこう今ね、そういうかつては携帯小説っていうのがあったんだけど、今はそういう、うん、なろうだとかの投稿で毎日決められた時間に決められた量をこう投稿していくって、非常にそのああいうなろう作家の人ってすごく勤勉なのでびっくりしますけど、そのアクセス数だとかを見て、でそのアクセス数の流れを見ながら書いていくっていう風なので、結構ハードだよなっていう。まああのそうだね、俳優で俳優さんに例えるのが一番いいかな。あのこうわいあのね、こういう紙媒体の小説の作家はなかなか読者の声がその書き上げてもその観客の拍手って聞こえないんですよ。だから限りなく映画俳優に近い、映画俳優ね。でナロー作家の人というのは その点ね、こうお客さんの反応を見ながらね、こうやっていくので、まあ、むしろ舞台俳優に近い感じですね。でどっちがそのまあどっちがいいかっていうのはこれはまあ好みの問題なんだけど、まあね、舞台俳優さんの方がすぐに拍手が聞こえてそれがやりがいがあるっていう人があるので、これはもう向き不向きっていう言うしかないんだけど、ただまあ大変だなっていうことは思います。それから有名芸能人になる。シャレで書いたけど効果はあるよ。ちょっと難易度は高い。要はね、その、あのね、
川口紀弘さんっていうその評論家の人が書いたの、うん、芸能人と作家だったか文学賞か芸能人と文学賞だったと思ったけど、そこで書いておられたんだけど、要はね、小説家とあの芸能人ってね結構似通ってるところあるんですよ。まず自分の名前を作るっていうのがまず大事だったりするので、でその一般文芸の場合だとね、著者本人のキャラクターを売るとか、まあこう、そういう点でも結構ね、似通ってる部分があるので、だからまあ小説家と芸能人っていうのは結構その馴染みが熱いし、まあ徳川無惨の時代からその芸能人が文学賞を取るというのはまあよくある話で、なんていうことがあったらね。とにかくまずその重要なのは、そのまあプロの作家としては非常に大事なのは、どうやったら売れるかっていうことがまず大事なので、まあ作品はもちろんそうなんだけど、その前もってね、どのぐらいの数字が見込めるかっていうのが分かるか、あとは古い賞だと、例えば江戸川乱歩賞だとか、横溝正史賞だとか、松本清張賞だとか、そういう古い賞の場合だと、名前の通った賞だと賞が持ってる読者ってあるのでね、だから冠がついてると受賞してしまうとね、割と売りやすくて、しかも生き残りやすいっていうことはあります。まあ芸能有名芸能人になるっていうのは、まあその難易度高いので、普通にっていうか、一番手っ取り早いのは小説の新人賞を受賞するっていうのが一番手っ取り早いよねっていうことです。そうだな、なんか今日こういう話をするとなんかダラダラするというか、結構話長くなっちゃうけど、亡くなったもの、亡くなったものあるんですよ。まあこれはもうないよねっていう。ああそう、小説家のうちで知っているねえ、その話は僕がデビューした当時はもう僕がデビューした当時ではもうすでになかった。うちでしっていう言葉がまず死語だからね。要はね、作家の家に住み込んで、小生さんっていうでしょ、作家の家にその住み込んで、いろんな小説の書き方だとか、まあ、駒使いをしながらいろいろ勉強して、それでこう書くことを学んで、でそのデイリーの編集者などに見てもらって、でよけりゃじゃあやってみようかっていう、まあそういう打ち弟子っていうのが昔あったんだそうだ。夏目漱石のところの内田百景だったかな、ね、内田百景は確か面倒見よかったっていう話をちらっと聞いてますので、まあこれあの記憶で書いてるか間違ってたらごめんなさい。そこら辺はこのラジオゆるゆるだからね。まあ僕がデビューした、その僕が小説を書き始めたもう25年前、30年前でさえ、25年前じゃ、35年前とか30年前でさえもうそんな制度はもうなかったな。あとはそうだね、こう同人誌、今同人誌といってもその漫画の同人誌とちょっとニュアンスが違うので、文学の同人誌って言ってもみんなわかるかな。それぞれがみんな原稿を出し合って、でお金を出して、それでその小説雑誌を作るのよ。でそれでみんな合評会をする。でその合評したあと、その小説雑誌をまあ、一流どころの文芸誌に送る。そうすると一流どころの文芸誌がその中から良さそうなところを、作品をまあ拾い上げてデビューさせるという、そういうシステムが昔はあった。僕の時代だともう純文学でちょこっとあったかな。それ30年ぐらい前だからね。今
とんと聞かないかな。まずその同人雑誌というものがさ、今あるのかな。こうほぼそれと同じようなことをネット上でやっているのがかつてのそのいわゆるナロだね。でまあナロだとか書く読むだったんだけど、まあ、そっちの方に移ってる感じかな。だからまあ今更紙媒体でっていう、紙媒体の同人誌ってまあ難しいよねっていうことです。あと自費出版、まあ自費出版、昔ね自費出版で出して、それが店頭に並んで、それがきっかけでデビューしたっていう人はいた。僕の時代だと斉藤淳さんがそうだった。斉藤淳さんがそれだった。でもう大体それがそこら辺が最後の世代じゃないかな。その30何年前か、自費出版だとか共同出版で、そうだな、健康本だとかその手のそういう本を出してそれがヒットする場合もあるらしいんだけど、小説ではまず聞かないかなということはあります。あとはコネデビュー、昔というかこれはまあ割方14、15年ぐらいまではあったかな。ライターだとか編集者だとかからまあくら替えして、そのいやこんなもん書いたから読んでよっていう風だね。まあ古いところではそうだな、古いところだ、これ誰がいたっけな。そうそう、長谷清舟さんがそうだった。長谷清舟さんが元は書評家だったのよ。で書評家で、それで、まあラノベ何本か書いたけど全く売れず、でそれからこうハードボイド書いたんだけど、ブラックノワールって書いたんだけどどうっていうことで、で角川の編集者に見せて、じゃあまあこれにしようかって。でまあ本名だとまあこれどうせ売れないからそうまあどうせ売れないからまあ違う名前にしようよっていうことで、その当時の中国かどっか香港だったかなの俳優さんで、周星派っていう、周星派生だったかな、そんなような名前での俳優さんがいたんで、これひっくり返そうやっていうことで、それでひっくり返して名前つけたんだそうだ。で最初のやつが当たった時にねえ、ものすごい勢いで売れたので、でその時たまたまねお酒の席で一緒だったんで、で売れるってどういう気分って言った、聞いたことあるのよ。そしたら本当にいいのっていう、そっちの気分方が大きいよねとかっていうそんな話をしとったことがありました。まあ持ち込みデビュー、これは持ち込みデビューは原稿を持ち込んで、で編集者に読んでもらおうっていう風です。でこれはこの間ね、松岡圭介さんのその小説家になって億を稼ごうっていうので取り上げられてたんで、いや今時持ち込みを受け付けとかなんか合うのかなんて話をしてたけど、今はもうその松岡さんのその情報が、まあ、すでに松岡さんももうベテランだからね、30年選手なの でやっぱりねそこら辺の新人賞デビュー事情ってのはもう30年前のものなので、今は持ち込みデビューってないです。僕は持ち込みデビューでした。で
30年、ただね、30年ぐらい前でも持ち込みデビューって結構大変だった。何度か最終選考に残って、まあそれなりにその実力があるよっていうことがはっきりしてないと相手にしてもらえないっていうのが、ああ持ち込みデビューだったね。で、あのこないあのあのね、あれ何書いたんだったっけな、新人賞を取らせますだったかな、それ書いた時に調べたことがあってね、だいたいね2006年ぐらいかな、2006年ぐらいを境にして新人賞がね急に増えたのよ。で爆発的に新人賞受賞作家って増えたので、であの今時新人賞受賞してないと相手にしてもらえないよっていうような話をすると、あの新人小説の新人賞なんて誰でも取ってるからっていう話をすると、俺取ってねえよって言ってっていう、そういう知り合いいっぱいいるんだけど、いやあなたは結構デビューしてから古いでしょっていう、ね、そんな話をしてました。でこうその出版社的に言うと、デビューさせた後じゃどうするか、どうやって本を売っていくかっていう、そういう問題があるので、だからこうどうやって売っていこうかっていう問題がもう歴然としてあるのでね。でその時に全く無名の新人をその読者にどうやって手に取ってもらうかっていうのって結構難しい問題、悩ましい問題なので、でやっぱりね冠がついてないと売りにくいっていうことです。で何たら賞受賞作っていうふうにこう売るときにこう帯にくっついてないとなかなか売りにくいので、そうするとやっぱり今はまあもう持ち込みデビューだとかそういうのっていうのは難しいよねっていう、まあそんなような流れになります。なんかこの話しだすとさ結構長くなるので、あんましその雑談って感じにはならなくなるよね。本当はもうちょっとフリートークってしたいんだけどね、だらっとした話をね。まあそこら辺の話はまだまた改めてぼちぼちやっていきましょう。小説家になるにはどうしたらいいか、まあ今日の話はそんなところだね。というところで、告知です2021年7月下旬に、鈴木喜一郎の新刊が出ます。タイトルは印税課税で30年、本の雑誌社から1760円で発売です。そこそこのヒットだけで30年生き抜いてきた小説家鈴木喜一郎が業界サバイバル術のすべてを明かしますというエッセイ集です。今すぐお近くの書店か、まあ、今アマゾンでね、予約が始まってますので、どうかご予約ください。この番組では皆様からのご意見ご質問などなどを募集しています。メールで募集してます。すべて小文字で、くまさん@kiichiro.s.com、くまさん@kiichiro.s.com、きいちろうのスペルは、kiichiros.com です。というところで、まあ、割とね、小説家ってなるの意外と簡単なので、まあ、ここを読んでるあなたが、ここを読んでいるあなたが、あなたとまあ、もしね、デビューできて、新人賞のパーティーなんかで、僕の顔を 見かけたら、鈴木さんよろしくねって声かけてくださいな。というところで、まあ、今日のポッドキャストはそんなところです。ではではでは。